はい、どうも、じゃあ、とりあえずね、今日6月28日、金曜日ということでね、まあ、誕生日も、虚しく寂しくゲームやって、騒いでいこうかなというところでございますが、そうですね、とりあえず、今日からね、まず前半戦3日間、今日、明日、明後日、ですね、金土日、そして来週の、ね、3日間、受会人とかね、ドラゴンテラスターで始まります。どうなんすかね、どういう方で来るか。まあ一応ね、受会人夢特性自体は、今何時 ?9 時になった?あ、9時になりましたね。受会人夢特性自体はね、なんだっけな。軽業ってことなんで、まあ、ファイアロー、つい最近、先月か今月、配布されたファイアローみたいなね、道具持ってなければ、まあ、道具持ってるのを使い切ったら、まあ、素早さ2倍でよってね、まあ、特性なんですけど、まあ、基本的にね、まあ、最強レードってのはね、まあ、特にレードバトルか。レードバトルっていうのは、まあ、道具持たないっていうのが、あれなんで、まあ、基本的に、ね、軽業自体はね、まあ、発動しないんで、まあ、正直言うとね、前回のその、なんつうのかな、まあ、エンボーに比べたら、特性っていうね、まあ、不利っていうのはなくなるんで、その点はね、ありがたいのかなと思うんですけど、さあ、一応出たかな。あ、ちょうど出ましたね。近くにピンポイントで2つ、最強レーダーが湧いてくれたんで、最強じゃない、星6以上が湧いてくれたんで、助かりましたね。で、一応今回はね、本当はね、フェアリータイプの、まあ、ニンフェアとかで行こうかなと思ったんですけど、まあ、正直フェアリータイプのポケモンって、まあ、どちらかというと火力がついておるからね、まあ、サポートしながら突っ張るよっていうタイプのポケモンっていうのが多かったんで、これは上かもしかすると。俺嫌いなんだよ、このジャンプ苦手だから。下手なんですよね、これ。で、今回ね、まあ、翡翠のメルゴン、のタイプが鋼になってたんでね、まあ、それをドラゴンにしてっていう感じしております。一応ね、物販的には CD 物販になってるんで、まあ、D が、もしね、受会員が、物理型だったら、まあ、その辺はね、D じゃなくて B に振ったりって感じで、行きたいかなと思います。一応ね、受会員自体はね、まあ、リーフブレードとか、まあ、シザークロスとか、まあ、どちらかというと、切れ味の特性持っててもおかしくないな。技も持ちつつ、まあ、なんだっけな。まあ、竜の波動とか、特殊型のポケモン、技っていうのも結構覚えるんで、結構ね、どっちの風が来るかっていうのがいまいち見つつなんですけど、行きたいって思います。さあ、どんな感じで来るんですかね。あとは、まあ、研磨とかもね、受会員覚えるんで、まあ、物理型の方が濃厚かなと思うんですけどね。まあ、こればっかしちょっとやってみないとマジでわかんないですよね。とりあえず、おお、初手からリーフストーンか。ああ、なるほど。じゃあ、ここは装飾にした方が良さそうなんですかね。あ、でもどうなんだ、特攻が下がるからな。まあ、とりあえず、このアシッドボーン3発ぶっ込んじゃいましょうか。ワイドブレーカー。あ、そっちのドラゴン技なんだ。あれ、ワイドブレーカーってなんだっけ?相手の A が下がるんだっけ、確か。ああ、なるほど。A が下がっちゃうか。じゃあ、確かにそういう意味で言うと、まあ、特殊型の方が良かったのか。なるほど、なるほど。で、これはなんだ ?A と B が上がるってことは多分、リュウマイか?まあ、ただこれで相手の C は、3段階がっつり下がったんで、ただちょっとこれね、ワイドブレーカー一発ここで入れちゃうとちょっと危険なんですよね。どうかな?でも一応ここはもう、そうですね、テラスタル、タイプ1、補正ドッコイン2倍で、まあ行きましょうか。まあ、ちなみにこれマジで本当にディープリの、なんだっけ、次回じゃねえや、ひつの目なんで、多分これ下手すら飛ぶぜ。そこはちょっと不安ですね。ああ、やっぱりリュウマイ持ってんのか。なるほどね。リュウマイ持ってるか。ちょっと痛いっすね。ああ、まあそんなもんか。そんなもんか。ちょっとあれだな。打点的にはきついな。うわあ、マジか。これ結構きついな。ちょっと待って、これチェミーはこれで何段階?
5段階か。あー、なるほどね。ちょっと待って。5段階か。そうなると、A 下げる方がいいな。A 下げるのだと冷水になるか。腹張りにするか。腹張り確か冷水覚えたよな、あいつ。あれ、腹張り冷水覚えなかったっけ？ちょっと待って。腹張り持ってたらいいんだけど、冷水ってどっちだっけ、あれ。いや、冷水がない。ちょっと待って、冷水覚えてる僕もいねえかな。まさか、リュウムシグルと思わなかったんだよな。あ、間違えた。ほんと使いにくいな、今のこの検索のやり方って。うぜ。ぶっちゃけうぜ。冷水は覚えてる僕もいるんだけど、ヤドランか。冷水ってなんだっけ。相手の絵を下げるやつか。オッケー、相手の絵を下げるやつ。あと誰かがもう一点持ってんだけど、どこ行った？あー、冷水か。いや、この腹張り持ってんな。あー、なるほど。Cフッパーで B 少ない、これか。腹張りの特性ってちなみになんだっけ？ちょっと待ちくださいね。今回、ま、電気に変える充電する必要がないんで、SV、腹張り。これ、放電削っちゃってもいいかもしんねえな。ぶっちゃけ。ちょっと待ちくださいね。腹張りの特性は、電気に変える静電気湿り気。ああ、じゃあこれ静電気にしちゃっていいな。電気に変えるがこれあるか。普通の一般特性か。OK。じゃあ今回ちょっとヌメロモンは、そうですね。ちょっと戦力外にするか。これで冷や水打って、まあその冷や水打ってアシッドボム打って、パラボラチャージ、まあ、テラスタルはそうね、そう考えると、フェアリーの方がいいのか。じゃあちょっとフェアリーテラスタルに変えましょうか、この腹張り。どうせ現場から近いんでめちゃくちゃラッキーなんですけど。ただもう一回空飛ぶのが嫌だな。ちょっとめんどくさいんでね。このおっさんの首切りてえの邪魔でしょうがねえ。このおっさんマジで邪魔。あれですね。海竜の波動、あの波動じゃねえ。なんか破壊光線ぶっ放しですね、ここ。店のドアごとぶっ壊してやるっていう。これマジで。フェアリー。で、そしたら、一応テラバースだけ入れときましょうかね。あったあったあった。一応これでフェアリーテラスにすることによって、まあ、あのワイドブレーカーは効かなくなるんで、まあ、言い方ですけど、フェアリーテープ、まあ、フェアリーテープの部分使い、まあ、まあ、ワイドブレーカーで A が1段階上がんないんで、あ、こっちの A が下がんないんだっか。あとはもう、リュウマイされる可能性にかけるしかないんで、とりあえずはもうこれでいってみましょうか。あとはまあそうね、もう徐々に試運転していくしかないんだよね、正直。これはマジでね、めんどくせえな。だからこういう、なんつうのかな、あの、レードバトルにおいて、多分最強レードにおいて、その、こっちの、なんつうのかな、打点を下げるっていうやり方っていうのはね、多分初めてだと思うんですよね。俺は正直初めての気がする。まあ、俺は正直言うと、あの、マフォクシーとかゴリランドあたりからスタートしたんで、正直あの、ちゃんと覚えてないんで申し訳ないんですけど。
よいしょ。リーフスーマーしゃーないでしょ。まあ、どちらにしろ電気ちょっと待って、それは無理。そうだ、初手から吸収はごめん、それは無理だ、悪いけど。初手から吸収のアタック率って何パーセントだよ。あ、そうね、朝飯食ってんか、腹減っちゃったな。ちょっと朝飯食うか。よいしょ。あれ、飲み物どこだっけ？あ、ここか。オッケー、リーフゾーン外れた。まあ、まずアシットボムでいいか。初手からリュウマイか。あ、まあ、鬼火はでかいな。まあ、物理技所詮半減ですからね。まあ、リュウマイこれで2段階。で、正直なこと言うと、フェイリータイプの弱点で、確か毒と鋼なのかな？なので、正直なことを言うと、まあ、フェイリータイプって、その弱点が少ない分、結構強いっていう特性ではあるんですよ。まあ、鋼と正直毒タイプなんてマイナーポケモンなんで、扱い上は。うわー、リーフブレード半分か。結構痛えな。ああ、まあ、ワイドブレーカー外れんのいいや。これやばいな。でもね、確かに、ね、初手から冷や水で6段階下げたとしても、ぶっちゃけ相手がリセットかけちゃったら意味ないんですよね。まあ、壁はしょうがねえ。問題はリセットか、うわぁ、でも結構壁でかくね？気のせいか。うわぁ、ダメだ。今回これ無理じゃね？
これマジで無理だぞ。だってフェアリーで物理型のポケモンなんて言い方ないんだけど、ディアンシーしかいねえぞ。で、マジでディアンシーだってぶっちゃけ岩タイプ所持で持ってるんで、初手からリーフレット飛んできたら多分ディアンシーでも耐えれなくない？あれ、ディアンシーって鉄壁ボディブレできたっけ、あいつ。確かディアンシーもしかしたらね、鉄壁ボディブレができた説があるんだよ。微妙。微妙。ディアンシーできなかったっけ、ボディプレイ。昔できたと思ったんだけどな。あ、できるわ。そうなると、鉄壁ボディプレイ型でいくしかないか。どうしようかな。ちょっと一回ディアンシー使ってみるか。ちょっと腹張りも一回ごめん。一回無理だ。いや、これマジで俺ごめん。勝てる自信がねえから、後でちょっとツイッター頼るわ。ま、さすがにさ、今開始何分？開始16分でさ、クリアしちゃってもさ、いねえよな、さすがに。いたら化け物なんだけど。ちょっと見てみるか。間違えた。やべえぞ、これ過去一難しいぞ。でも、おそらく攻略ポケモンが出れば、まあ簡単なんだろうと思うんだけど、あ、挑発撃つっていうのありだな。挑発するか。やってね、技が雷パンチだって。雷パンチ？マジか。急になった？いや違うわ。え、ダメだこれ。ちょっと待って、どうしようかな。雷パンチ持ってんのか。あれ、俺ディアンシーどっから見たっけ。あ、こっちか。これ一応、あの、物理型の、装飾ヌメルゴンだから、誰の時だろうな。多分、不思議花かな。毒効かない、草効かないっていう感じの、多分、ヌメルゴンだと思う。これ多分、攻略系のあの、ポケモン SV をさ、攻略出してる YouTuber 多分いると思うんだけど、そいつらでも結構大変なんじゃねえの。午前中にそいつらでも動画上がれたら奇跡だと思うよ、俺。
うわ、急所なたんのか。でも、ビーブレでこれか。で、確かね、別にこれ A 上がろうか下がろうが、ジャイロボールって設定上確かに S で勝負なんですよね。だから、S になるから、多分問題はないはずなんだよ。で、まして、リュウマイで上げてくれるわけじゃん。逆に言うと、相手が S マックス上げて、うちが S マックス下げれば、扱い上12段階の差があるんですよね。だその12段階のジャイロボールを、どういう感じに受け切れるかって言われると、ちょっとわかんない。ただ、おののくそ、お前余計なことすんな。ただこれね、正直に言うけどね、まあ、理想的なこと言うと壁張られてリセットかけられたらそろそろ時間的に終わるんですよね。一旦この辺で、ちょっと攻撃してみるか。ああ、まあまあそんなもんか。まあ A 下がんな全然。A 下がんな受け付ける。それはいい。ほんではジャイロボールがどんだけ入るか。ああ、シャッチ。ああ、チャッチ。ここでリセットかけられた。いや、リセットかけられたのこれちょっと突っ張っちゃうか、いっそ。だって、相手がリュウマイ積んでくれれば、ぶっちゃけ S 勝負だったら、まだどうにかなるんだよな。うん。正直どうにかなりそうっすね。あとはテラスタル切って、まあ、どうこうするしか、ないかなっていう感じはするんですけど。OK、了解。わかった。なんとなくわかった。ただ、わからん。わかったとは言うものの、わからん。現状そこ。でも、なんとなくはね、読めた。これね、多分ね、初手から無駄に3発何かしら攻撃しちゃった方がいいと思う。初手からなんかとりあえず3発適当に攻撃して、そんで、相手がリセットと、テラスタのチャージ切ってきたら、呪い積んで、まあ理想は挑発ってことがいいんですよ。ただジャイロボール打つってことじゃ、ちょっと今回はね、挑発はいらないと思う。オッケーナイス、リーフストームでかい。あの、腹張りか、やつはね。どうしようかな。まあ普通にでもアイアンヘッドでいいか。ジャイロボールが8発しかないっていうのがでかいんで。待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。アシットボム、これジャイロボールだろ。うん。わかった。ちょっと待ちくださいね。OK、守るとアイヘがいらねえんだ。守るとアイヘいらない。守るとアイヘいらない。守るとアイヘいらない。ちょっと待って。間違えた。ここ控えめでいいや。で、これ控えめにして、で、装飾は装飾でいいや。で、リゾチウム全部っぱして、これで CB ぶっぱの出来上がり。で、技を、アシットボム入れて、一応竜の波動も入れて、よし、これでいってみよう。これで無理だ
ったら、俺もうツイッター頼るわ。それしかない。まあ、リュウヤはどう、まあ、どっちみちそうで、まあ、まあ、技を覚えさせに、なんつうの、あれ。技マシンとか、使ってないんで、まあ、全然その、なんつうの、めんどくささないんで、まあ、いいんですけど。間違えた。とりあえず、アシッドボム連打。やべ、ちょっとダメージ与えすぎたかも。やばい、ちょっとダメージ与えすぎたかも。大丈夫かな。まあ、映画下がんのいい。OK、とりあえず3発決まった。相手がここで壁張ってくる。そしたらテラステラだけ切って、まあ竜の波動ぶっこんか。でこうすることによって一応雷パンチ、まあ、だから覚えてるのがリーフブレード、ワイドブレーカー、シザークロスに関してはまあまあそれなりの威力で受け切れるんですよ。どうだろうな、60入るぐらい。まあ、竜前されちゃってるんで。ああ、それでも120か。まあ、後悔のやつこれなんで。あ、急所のやつってこれだもん。じゃあ。で、OK。これでやっとリセットかけてくれた。雷パンチ安い。安くねえ、マジ。そうか、東米で入るんだ。知らんかったー。その辺のタイプ相性は把握しきれてねえや。ただこれさすがにこれ回復しないとまずい。いや、全然回復量なぜか足りない。これ、ワイドブレーカーいくつ入る？ああ、ワイドブレーカー50か。まあ、ワイドブレーカー来ることにかけるしかねえよな。もう、浴衣呪い積むか。リーフブレードだったら、装飾で問題ない。OK、そこはそうか。そこは、リーフブレードが久々なのか、装飾が、わかんないのか、こいつ。OK、この一般になってたのでかい。いや、もう一回呪いつも。雷パンチ来たらごめんなさい。あー、落ちるよねー。そりゃそうだ。いや、でも、このやり方が一番楽だな。楽っちゃ、楽とかわかんないけど。だって、フェアリー地面タイプのポケモンなんていねえだろ。まあ、しかも地面タイプいたらさ、だから電気受けないとなると、岩しかないんですよ。でも岩は逆に、まあ、なんつうの。まあ、岩も地面も逆に言うと草の弱点取られちゃうんで、意味はないんだよな。これ、挑発するしかないってこと？いや、でも、最強レベルである程度使えるポケモンで挑発持ってるやつって誰がいる？俺、聞いたことないです。そもそもさ、装飾持ってるやつ誰がいる？
そこに行くしかねえか。まあ、フェアリータイプにして装飾にするしかないんで。ちょっと待って。いや、でも装飾ってろくなポケモンいなかった気がするんだよな。ちょっと待ってください。さっき LINE の返信してるんで。でもそうですね、装飾のポケモン6年生いないっすね。まあ、唯一言えるとしたらマリルリ。ただ、マリルリ、いや、いいんだよ、装飾でも。マリルリ装飾はいいんだけどさ、雷パンチがダメだぞ、あいつ。地面タイプで装飾ってのがぶっちゃけいないんで、これだけはもうどうしようもねえな。なんかねえかな。物理硬くて、やっぱそうなると腹張りしかねえか。でもそうなんだ。腹張りだと逆にもう B が積めなくなるんで、リュウマイ積まなくったら終わりなんだよな。だから呪いを積むっていうことに関しては間違ってはないんで、扱い上は。そうなると、あと1か8かで言うと、こいつで行ってみるか。あれ、お前ってビルドアップって素で覚えた？いや、こいつビルドアップ素で覚えないんだ。カイナのビルドアップの覚えさせ方って、あ、でもダメだ。ビルドアップじゃダメなんだ。A が下がるから、ワイドブレーカーで。結局上げたとしても意味がねえから、大して価値はねえんだ。まあやっぱり特殊型で行くしかねえよな、そうなると。あ、待ってよ、ボディプレ型ならあいついない？何点がある？お前なんか固めの技ある？こいつボディプレだけか。うわ、鉄壁持ってボディプレできるやつがいない。いないと来ちゃった。さあどうしましょう。そうなるとまあこの世猿でフンコブにかけるかか。あ、お前超集まってるやん。え、マジ？どこは？お前持ってる？ちょっと待って。え、それ欲しいかも。だって特に、このエザルって負けん気なんで、自分の何かが下がると上がるっていう特、あれ？特性だよね、確か。あれ？違ったっけ？確かこのエザルって負けん気なんですよ。だから威嚇とかで A が1段階下がると A が2段階上がるんでプラス1段階ですね。だ今回これワイドブレーカーっていうのも結構でかいかも。どうだろう、ちょっとこの辺からでいきましょうか。まあしかもダブル威嚇が刺さってくれた。そのダブル威嚇を刺さってくれたのはでかいんだけど、まあ、リーフブレード安いからいいや。リーフブレード安い。で、挑発する。で、一応気合ダメしよっか。一旦気合ダメして。で、フンコブレンドで。
さあ、ワイドブレーカー打った。タイプ一技だぞ。でも、こんだけしか入んない。で、A が一段階下がるけど、負けん気で、ググってやがる。笑っちゃったぞ、君に。しかも、急所に当たってやんの。え？それ急所に当たったらまずいんだけど、壁張られるから。やべえな。まあ、リセットかけられんのいいや。まだリセットはいいや。でもリセットかけられることによって、ビルドアップ一旦詰める余地があるんだよな。まあ、このチャージ奪われるのはしょうがねえ。まあ、これは致し方ないとして、もう一回噴火ぶって、リフレで安い。テラスタルしてなくてこんだけ減って回復できんのか。なぜか技が当たる前に急所に当たったのエフェクトが出る。で、テラスタルする。できればワイドブレーカー打って。今ならワイドブレーカー大歓迎。あー、リーフブレードが惜しい。え、なに？いや、急所に当たったのか？ぶの。え、でもさ、これ、テラスタルタイプ1、技食らってまくってる。え、半分は回復できない？余裕で。あ、急所に当たった。え、急所に当たったら全回復できる？うわ、すごーい。ほぼ回復したわ。オッケー、ワイドブレーカー安い。ソロのワイドブレーカーナイス。ソロのワイドブレーカーナイス。それは安い。だってこれ急所に当たれば一発で壁壊れるぜ。ほらな。ほらな。急所に当たれば一発で壊れてくる、あれは。やった、勝った、勝った、勝ったやった、まさかのこのエザルだ。来たー、ラッキー、クリアできた。お前何した？今ごめん、見てなかった。いい、悪い子が打ち消せ、勝手に打ち消せ、勝手に打ち消せ。はい、噴火部で終わり。よし、来たかな。一応ね、候補としては、まあ、ドラゴンタイプと草タイプってことなんで、まずはね、フレンドボールにするか。だからね、一応ね、フレンドボールと、まあ、ウルトラボールにしようかなって感じだよね。おお、特製パチ、あ、そうか、特製パチこれ確定出んのか。ちょっと待ちくださいね。技マシン200、おお、特製パチ2個出たじゃん。マジか。技マシン220だけちょっとごめんなさいね、調べさせてもらって。SV 技マシン222、ワイドブレーカーですね。技マシン222は。おお、なるほど。
まあ今回そうですね。まあインド目出しが5個か。なるほど。いやでもよかった。なんとかもう40分ぐらいか。40分、50分ぐらいで1体クリアなんで。この後ね、一応このエザル、そのままスカレットの方に持ってって、まあ、なんつうの、試合って感じになりますけど。さあ、そして今、手に入った樹海がこちらですね。まあ、おそらく臆病になるのか、意地っぱりですかね。いや、違うわ。B が下がってるんだ。あ、なるほどね。B が低いんだ。あー、だからあんなフンコブボスコ入ったんだ。まあ、一応技はリーフレード、ワイドブレーカー。そして、まあ、リュウマイ、雷、パンチと。なるほど。まあ、確かに物理型って感じか。まあ、それで、ね、初手だけリーフストームって感じになりましたけど。そうですね、こうやって見ると、どちらかというと、樹海ってやっぱり物理型というか特殊型だったんですね。だから、竜前で積んで、まあ、どうにか物理型に持ってったって感じですけど。なるほど、なるほど。なので、やっぱり特性は軽技と。で、一応ね、リボンに関しては一応ね、まあ、いつものとこで最強の歌詞に、ごめんなさい、ついてますよと。そうですね、へぇー。俺、これ思うんだけどさ、これ、このエザルで試合した時間何分なんか、そんな時間かかってない気がする。一応、今回の感じでね、まあ、AB ブッパで使ってますんで、まあ、あれですけど。いや、これでかいな。初手に挑発ぶっ込んで、まあ、そっから、まあ、逆に言うと初手に挑発ぶっ込めば、その後、まあ、相手がちょっとリオマイしたかどうかわかりませんけど、まあ、それなりに、ね、気合ダメと、まあ、一回ビルドアップするだけで、試合できたんで、まあ、それなりにちょっと流れとかによって、まあ、若干ね、左右はすると思いますけど、いや、これは全然よく勝てたな、本当に。じゃあ、そうですね、一応スカレットの方に、あれっすね。ここ1番が2つ空いてねえのか。ここ K で持ってっか。このエザル多分ここか。オッケーオッケー。それだけ覚えておこう。たまに場所忘れるんで困るんですよね。じゃあ一応ね、ポケモンホームゲームで今がね、スカルトの方に持っていきたいかなと思います。じゃあ今ね、一応スカルトの方に、このエザル移しましたんで、お、めちゃくちゃ北極のセンターが近いな。いやなんかね、ツイッター見てると、やっぱりね、まあ、俺ヌメルゴン選択したと思うんですけど、ヌメルゴンもね、間違ってなかったみたい。ただ俺ドラゴンテラスにしたと思うんですけど、あれフェアリーの方が良かったみたいですね。フェアリーで B 型。で、なんか甘えるって技を覚えさせるのが、なんか良かったみたいですね。あとはなんか天然のラウドボーンとか、なんかピクシーもいいらしくて。この後ね、天然のポケモン、まぁ、あ、ちょっと多分、バイオレットの方だったらラウドボーンいるかわかんないんですけど、一応ピクシーだったら多分、そのランクまでピクシーとか使えるよっていう環境になった時に、多分ピクシー俺一時期めちゃくちゃ愛用してたんですよね。だからそのピクシーが多分1体2体ぐらいはいると思うんで、まぁ、あ、いなかったら最悪どうにかピクシーを育成し直すことになるか、まぁ、あ、ラウドボーンになるかわかんないけどって感じなんで。まあ、それぞれね、どうなるかわかりませんけど。まあ、頑張りたいかなって感じですかね。まあ、そうですね。もう一回このエザルで、まあ、討伐してみて、まあ、うまくいくか、うまくいかないか。まあ、そこがいつ鍵かなって感じですかね。一応今日ね、11時からもしかしたら加藤が N ゲージの、新鮮アップするかもしれないんで、まあ、この動画ね、一応すぐに上げれるようには体制しますけど、まあ、N ゲージの方がね、基本的に優先になるんで、まあ、次の動画をちょっとね、見ていかなっていう感じになると思います。ごめんなさい。さあ、とりあえず行きましょうかね。まあ、初手リーフストーム。初手挑発。まさかの初手からリウマイ打たれたか、ちょっと痛いな。なんで、脈打させてくれたからめちゃくちゃどう。で、気合ダメ。だから理想を言うと誰かちょっとリフレクター、もしソロじゃなくて集団でやるとき、誰かの部屋潜るよってときは、まあ、誰かがね、リフレクター持ってるようなポケモンいれば、例えばミュウか。ミュウがリフレクターと命の雫とか持ってるとね、まあ、結構補佐はしやすいのかなっていう感じがしそうですね。OK、ワイドブレイカーナイス。あ、でもちょっとそのワイドブレイカー痛えな。今ちょっとここのワイドブレイカーちょっと痛いですね、やっぱりさすがに。ここで2段階上がっちゃうと、壁がすぐに発動しちゃうんで。しかも急所に当たった、一番嫌な展開する、これ。今4段階はいいよ、まあ、ギリギリ。
まあしょうがない、リセットかけられたのしょうがない、このリセットはしょうがない。でとりあえずもう一発粉コブぶっ込んで、あ、オッケー、ワイドブレイカー打ってくるのもアザス、それはアザス、それはアザスなんだけど、んでもテラステル切るのと壁どっちが早いかっていうのが問題。急車に当たってますが、ダメージが3分の1超えた。で、全回復した。で、壁張った。まあ、この壁はしょうがないですね。これは壁張っちゃうのしょうがないんで。問題はテラステルのチャージなんだよ。取られるかな？あ、取られた。まあ、これはしょうがないや。まあ、これ取られちゃったらしょうがないんで、まあ、この段一旦ビルドアップ積んで、お茶濁して。あ、相手ここでリウマイやべえの、打てんのか。やっぱこれちょっと痛えな。まあ、この映画に1段が上がってるだけの、まあ、リフレーダーなんでまだいいんですけど、これでマニューラって威嚇なのかな、特性。多分マニューラって大体プレッシャーの特性が多いと思うんですけど、オッケー、ワイドブレイカー一番安い。それはアザス。そのワイドブレイカー一番安い。で、これが今映画3段階で、まあ技も食らいまくってるんで、急所にさえ当たれば多分全回復は余裕なんですよ。まあ急所に当たればですけどね。はい、急所に当たった。はい、全回復した。もう余裕すぎる。オッケー、そのワイドブレーカー安い。もうやばいこれ。なんか逆自販機になってんだけど、あ、それでも140食らっちゃうんだ。結構食らいましたね。まあ、3分の1、ちょいか。さ、映画5段階、急所に当たればさ、これ壁ごと持っていけないから無理か。おーしー、あと数ミリ。てかこれすげえ時間半分待ってんじゃん、やく。マジか。強くね？え、自信持ってんのお前。自信持ってたんだ、知らなかった。その2発技痛えな。俺でもさ、これさ、攻撃する意味なくね。だって攻撃しないとさ、あ、攻撃しなきゃ CPU も動かないか。わかんないけど。あ、その前にやらっけ、うちが攻撃できた。じゃ、本当に時間はぴったり半分ぐらいですね、余ったのが。オッケー。このエザルでトーバーストと。いや、やっぱこのエザル周回しやすいな。やっぱりでもなんか意外と今回思うのは、やっぱりピクシーとか、まあヌメルゴン。どちらかというと特殊型のポケモンで攻略してるって人いるんで、少なからずは。だちょっと今回物理型のこのエザル、ちょっと俺部屋は潜りにくくなるかなっていう感じはしますね。特に俺今回ツイッターには攻略できたよって言ったんだけど、何のポケモンだ今回珍しく俺言ってないんですよ。今回は言わなかった。自力で頑張ったから今回は言わなかった。まあ、性格悪いだけなんで申し訳ないですけど。あれ、俺スマホどこだっけ？あったあったあった。よいしょ。スパイス4つかよ。お前、じゃあったらさっきの方でスパイス4つだろよ。なんでよりによってスカーラットのスパイス4つ出んの？もったいねー。マジクソもったいね。腹立つぐらいにもったいね。いやでもこれ、マジでちょっと空で周回は操作しやすいっすね。まあ、あとは例えばだけど、まあ、天然ピクシーとか、まあ、天然ラウドボンとか、ちょっとそっちの特殊型のポケモンちょっと使ってみて、操作にどうなるかっていう、うん。まあ、実験っていうのが検証してみるのはありかなと思うんですね。まあ、一応この動画多分ね、まあ、1時間弱ぐらいになったかな。前の動画が31分で、この動画18分なんで、まあ、大体50分ぐらいで終わったのかなって感じなんで、まあ、そうですね。意外と早く今回は、うん。まあ試合もできたしって感じなんで、まあうまく立ちま、まあうまくね、うまく立ち回れたわけじゃないですけど、まあそれね、うまくいけたのかなというふうに思いますね。もうほんと最初のね、ヌメルゴンとかでね、手こずったのが、まああれですけど、まあ運よくね、ほんとに。まあクリアできたんでね、まあ良かったと思いますけど。
よかったよかった。そんな感じですかね。で、一応ね、もう一回ね、バイオレットの方にこのゼロも出して、あとはピクシーとかね、ちょっとポケモン確認していきたいかなと思いますね。一旦これで、終わりしたいと思います。ではまた次回の動画でご視聴ありがとうございました。